Does the come the Meltlan chat? Sa, mit protogadras pregirt mit de blandaka, de gancha. My grandchild, ucha, zarg, eskes. Ut, miskes. My grandchild, eskes o Meltlan chat de dance, rascas. Tar, nirke de blandaka, mena de karj. Erker zan gir test. De gadras ternest zentra. Nena eskes. De gadras ternesta. Mi debrandakan yat de arkes. Bye.
ship is to make a transformation in 3 minutes. Go to the nearest shelter as soon as possible. Attention! Attention! Our ship is to make a transformation in 3 minutes. Go to the nearest shelter. ないだろ。命令違反は衛装入りよ。地位の奇跡逆らわないで。敵機が侵入してるんだ。黙ってられるか。第二防衛隊に任せなさい。これは命令です。ちょっと待ってよ。男と女とどっちが偉いっていうの？ いつもより激しいな。やっ! Zentran to Meltran. Zentran to Meltran? Zentran to Meltran. Talk and talk on, Jack. Yak. Yak the culture. Transformation. T-minus 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Transform. Ah!
course of 107. Course 確認。自動追尾装置作動。エネルギーレベル上昇。攻撃スタンバイ。撃て！本物だ。あなた、私を？あ、はい。助けてくれたのね。僕は地球統合軍バルギリスカル小隊所属、一応光る少尉です。ありがとう、少尉さん。いいんです、大ファンですから。嬉しい。私の歌聞いてくれてるの？はい、いつも。みんな心配してるだろうな。ねえ少尉さん、ここどこかしら。サインしてもらえます？え、はい、どうぞ。ありがとう。エンジンブロックに落っこっちゃったんですよ。どこかに出口は？ちょっと見てみます。ないみたい。壊せないの？無理です、ハイパーカーボン製ですから。ちょっと待ってください。ノイズが多くて無理か。飛行機の無線は使えないの？あれはダメです、壊れちゃいました。そう。ちょうどいいわ。過密スケジュールはもうたくさん。え？これで一息つけるってこと。あ？どうしたの？ねえ少尉さん。マクロスがタイタンから発信したんです。え？本当です。重力制御は効かないんだ。ちょっとミンメイさん、そんなにしがみついたら。事故です、間違いです。もうそれより何とかして。そこで足を前に振ってゆっくり止めて。ゴー、いいぞ、その調子。面白い。あ、ミンメイさん、そっちへ行くと。ちょっと。あ、ミンメイさん、いて。ライト壊しちゃったんだ。見て。どう？この服、最新式のライトホログラフィーよ。マグロが泳いでる。みんな怒ってきたんだ。あら、私の人形まである。ちょん、
Debradakan, Herkes, Hergadris, Herkes, Dekhar. Odans, Mi Debradakan, My Clan, Arkes, Tarn. Utem, Tesu Gur. Yat, Zentran, Te Mertlan, My Clan. Sa, De Teres, Tarn, Zentran, Te Mertlan, Ukes, Mena, Martes, Eskest. Yak, De Dans. Mena, Dekhar. Ortraskas. Mi Zentran Protkatra Martes. De Kerkas Maiklan, Maka Kerkaslan, De Zans. Yak De Zans. Zentran Zarguda Kam De Gans. De Garja. Teman! Maka Maika! Maika! まだ死んだと決まったわけじゃない。はい。今日は西川ブロックを徹底的に探してみます。ああ、頼む。では、失礼します。あの坊や、まだ見つからないようね。あれからもう3日よ。軍に入っては見たけれど、怖くなって逃げ出したんじゃないかしら。まさか、あの子軍人向きじゃないと思うわ。男の子は仕事を誤ると一生不幸よ。 今からでも仕事を変えた方が彼のためって思っただけよ。相変わらず厳しいのね。そんなことだといつまで経っても、お嫁のもらい手がない。<笑>いいのよ。私はもう女の子だなんて気持ち、とっくに捨てちゃったんだから。また、おばんみたいなこと言って。でも大丈夫よ。私が保証する。ミサは。 それでね、父さんも母さんもこう言うのよ。兄さんがどれだけ苦労したか分かってるか。言うことを聞かないなら親子の縁を切ってやる。だからこう言ってやったの。長い間お世話になりました。私は必ず歌手になりますってね。それから？ <笑>そのまんま家を飛び出しちゃった。すごいんだ。 でもね、ちょっと言い過ぎだったかもね。父さんや母さん、無事だといいけど。マクロスに乗ってないの？地球よ。地球か。 あなた、地球がどうなったか知らない？ 発表では電波妨害が強くて連絡取れないってことだけど。そうじゃなくて本当のこと。あんな大爆撃を受けたんだから、ただでは済まないと思うけどね。そう。あ、そんなに心配することないよ。どうせあと1ヶ月もすれば地球に戻れるんだし。 ねえ、ちょっと聞いてもいいかな？え？この間のテレビのこと。テレビ？そう、泣きたい夜に。あの相手役の人との噂。あなたも本気にしてるの？あんなの雑誌社のでっち上げよ。だけど、なんていうのか、あのラブシーン、すごく芯に迫ってたから。<笑>
ビジネスよ。嘘。やってみせましょうか。やるって。ねえ、ヒカル。え？私ね、本当はあなたのことずっと好きだったの。愛してるって言って。でも。そう。私は愛してないのね。違うよ。好きだよ。本当に？本当だよ。嬉しい。ミンメイさんを助けたことで広報課から特別に許すように言われました。ただし今後命令違反を犯したらただでは起きません。厳しく処罰します。そのつもりで、はあ、何か不服でも。いいえ。以後気をつけるように。いいですね。いいですね。はい。あれでも女かよ。やったなやったな、ヒカル。おお、先輩。この子の色男。うまいことやっちゃって。いや。どうだった？我らがアイドルミンメイちゃんのお味は。え？一条先輩はそんな人だったんですか。残念です。詳しく教えろ。僕は何もしてないですよ。カッツツキ、ほんとほんととぼけちゃって。絶対責任を取るべきです。ほんとに何もしてないよ。じゃあ3日も2人っきりで何もしなかったのか。しない。なんだお前、それでも男か。バカ。バルキリー対パイロット、一条少尉と何をしていた。青春派卒業。相手は軍人、汚れた関係家だって。ほら、やっぱり私の言ってた通りでしょ。ほんとね、今時清純派なんているわけないのよね。うん、芸能界なんて乱れて当然よ。今度の男だって一体何人目だか。やあね、そんな風に恋人を乗り換えるなんて。何言ってんの、あんたほんとは羨ましいくせに。うん。やだ。あんた何も分かってないのよ。うん、そうそう。今疑惑の渦中にある民明ちゃんと一条光って軍人は、出ようと思えば閉鎖区域から出られたわけ。うん。なのに出なかった。おお、ここが疑問点なの。なるほど。なぜ出なかったか。少佐、明日のパトロール編成表をお持ちしました。あ、ご苦労。まあ一杯飲んでけ。 いえ。いいから座れ。でも私帰ります。あ、お邪魔でしょうから。ほら、ヒカル、上官が気遣って。早く座れ。はあ。なんだなんだ、早瀬、その面。だが職務を離れたら少しは女らしくしろ。簡単に性格は直せません。まいったな。いいか、早瀬、いくら士官学校主席といってもお前は女だ。時には男の言うことが間違っていても、そうですかって認めるのも大事なんだ。おい、光。はい。男ってのはな、
時には強引さが必要なんだ。女の気持ちを考えてグダグダするな。本当に好きならば力ずくでも物にしまうぐらいの積極性が大事なんだ。ほう。ロイ、おしゃべりが過ぎるわよ。いいか、これから男と女の素晴らしさを教えてやる。よく目をかっぽじって見ていろ。ロイ、二人が呆れてるじゃないの。構うもんか。ロイ、ロイったら。クローディア。ロイ。失礼いたします。一条様にお電話が入っております。僕に？ご家族の方からです。家族？一条ですが。え、嘘。わかった、すぐ行く。それじゃ。どうした、ヒカル？ちょっと家族の者が急病で。失礼します。あ、家族だ。お待たせ。やだ、分かっちゃった？分かるよ、写真集みんな持ってるもん。一生懸命変装したのに。こんなことして大丈夫なの？私と一緒じゃ嫌。よし、それじゃあ今夜は一つパーッと行きますか。うん。嫌になっちゃった。え、今の暮らし。歌手になるの夢だったんだろ、少しくらい我慢しなくちゃ。あげようか。え？行くよ。さあ、目を開けてごらん。うん。うわ。
ました。もう最高。売りたい人ゼムインボ。さ、エルケルトエスケス。デブラ・マルディスト・ホルト・ギルツ。エスケス。やっ、マイクラン・ホルト・ギルツ・マカラスカス。ゴール・ボトルズ。メナ・ホルト・ガドラスカス。エルケスト。ロン・デルリカート。メルトラン・イン・ガドラデカン。ダンツ・イン・ニルケ・ガドラ・メルケス。やっ。マーカ・ウケスト。オ・ガドラスズからバドラウ・ザルク。ベルトランダカン、ウッデルケス、エスケス。マーク、ホルトで受け、メルトランホルト、ガンツ。ダンツニルケマイクランギルツ、ウッケルカス。つれなく歩く、あなたの後を、膨れつらして追ってゆく、ギラギラ続く白い砂浜。マスコミに発覚したら民命の歌詞生命は終わりだ。軍の偉方には手を打ったが君に対しては容赦しないからな。分かってます。原発は覚悟の上です。なんて軍人だ。早く戻りたまえ。分かりました。帰ろう。やっぱてっきだ。分かってます。なんとかしたまえ。ハヤセです。ポッカー少佐の部屋へ至急回してください。大丈夫、僕に任せて。いけねえ、こいつ訓練用だった。おかしいわ、なんで撃ってこないのかしら。そっからがやがって。おい、ヒカル、また面倒かけやがって。先輩。だけどよくやった。男はそのくらい積極的じゃなくちゃ女は物にあっていいん。先輩、酔ってますね。バロー、酒が怖くて戦ができるかって。すごい。
デブランの言語はすでに変換可能だ。ゼントランの質問に答えよ。なぜ男と女のマイクロンが一緒にいられるのだ。男と女のマイクロン、なんだ。何が聞きたいのかしら。男と女が一つの打感にいられることは調査済みだ。そんなこと調査して何になるんだ。文化形態が違うみたいね。デブランはなぜ戦わん、なぜマイクロンになった。私たちはあなた方のような巨人と違って生まれた時からずっとマイクロンです。なったわけではありません。生まれた時から。生まれるとは製造されることか。製造ですって。違うのか。ま、男と女が協力して作ることには違いないがな。男と女が協力、役でカルチャー。なぜ戦わん。戦う冗談じゃない。女は喧嘩するよりも抱く方がいいに決まってるだろうが。抱く、抱くとは何だ。こうすることさ。おお。なんてことするんだ。お前たちは男と女でそのようなデカルチャーをしておる。ああ、キスだってなんだってしてる。キス、キスというものをしてみる。あ、それは、ミンメ、何するんだ。キスマカウケイ。俺がキスする。下ろせ。よろしい、マカウケイ。早く演技するんだ。殺されるぞ。え？あ、おお。キス。おお。奴ら、なんでキスぐらいで驚いたんだろうな。男と女が戦ってるみたいだったけど。みんな、無事か。ええ、なんとか。ベタン様、聞けるか。ヘイン・マイクラン、イギリスだってなん。アルマタガン・トガドーラ、メルトラン・ウデ・ザンツ・タルニ・マイクラン・ホルト・ギルツ。こんなメルトラン・ガドラ・ゲルガスでカルチャー。タルニ・ブリタイ、アルマ・ダン・ギルテスタ、マイクラン・エルケスト・ケイ、トウ・ゴル・ボトル。あったぞ。え、失礼します。おお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 さっさと発進しなさい。ちょ、言われなくたって。運命を助けなくっちゃ。
ディアンズ、マーカメリア・テレルケ・マドラス・デ・アルケス。すげえ。男と女が戦っている。どうなってんだ。ヒカル、今のうちに脱出だ。了解。ホルトゲルツマイフラッグ。デブレ。任命を助けに行くんだ。そんなことを。なあ、光るよ。クローディアによろしくな。血を無駄にしては。あったって人は。民名さんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。了解。ガーマズからザルゴルポートルザアルケスからダンゼスケスタルデルケフォールドホルトテーズ。知るわけないでしょう。敵艦はどこにも反応ありません。そう、それにしても気味の悪い星ね。向こうに海が見えるわ。あっちへ向かってくれる。行ってどうなるんです。どうせ民命にはもう会えないんだ。何言ってるの。民命も殺されちまうんだ、先輩みたいに。俺が土星になんか連れ出しさえしなければ。だけどここがどこだか調べるのも私たちの任務。任務任務、あんたそれしかないのかよ。わかりました、もう頼みません。ちょっと隊員。ああ。
とするな。東郷軍太平洋艦隊所属攻撃空母プロメテウス。まさかここが私たちの地球だなんて。デカルチャザン、カルケミゾン。ミゾン。オドルザ、ロムメルケスザンズ。デルケインダン全部からアルケス。ミデルケザルクガドラ、カールチュン、ナプロドカルチャン。マーカデザル、エスケスガマギルです。おお。アミゾン、ゼントランテメルトワン、トインカルチャガマ、マーカアルケス。ヤクカルチャガマ。カルチャガーマ、アーカデガドラスカス。ダンツ。おお。やっと、プロデルケギルです。カルチュンデザンチャンス。カルチュンデザンチャンス。マーカダンプロトカルチャン、カールチュンデザンチャーツダンツメダイスです。
結局東京も全滅か。アラスカの統合軍本部も溶岩に埋まってたし、この一週間どこを探しても人っ子一人いやしない。さ、早瀬隊、次はどこに行きます？ロンドンですか、それともパリですか、ニューヨークですか？早く命令を。やめて、もうやめて。開けたよ。もう3日も食べてないんだろ、少しくらい食べないと。そんなもの食べるくらいなら死んだ方がマシよ。放射能中和剤が効いてるから、このぐらいなら害はないよ。生き延びるんだって軍人の任務だろ。もういいのよ。だけど、せっかく地球に降りられたんだ。マクロスだって無事なら、もうじき戻ってくるんだから。ほら。何も分かってないのね。マクロスが来たって、どうにもならないわ。どうして？もう地球には誰も残っていないのよ。だけど、マクロスの人がいれば。地球は全滅したのよ。相手は、100億の人間をあっという間に滅ぼせる敵なのよ。惨めなものね。負けると分かった軍の士官なんて。それに引き換え、あなたはタフね。聞いたわ、フォッカー少佐から。先輩から？あなたに家族はいないってこと。お母様は早くに亡くなられて、お父様も事故ですって。ああ、アクロバット中にミスってヒューンドンってね。そう。それからあなたずっと一人で生きてきたんでしょう。ただの賞金稼ぎさ。飛行機だったら子供の頃からずっと飛ばしてたから。でもだからよね、平気でいられるの。私はダメ。私だって軍人の端くれ、最後の一兵になっても生き延びられるつもりだったけど、このざまじゃね。ごめんなさい、私。何かしら、あの柱。行ってみよう。だいぶ昔から沈んでたみたいね。ああ、人がいるって感じじゃないな。だけど機能の一部は生きてるみたい。俺たちと同じサイズだ。巨人たちのものでないとしたら一体これはフォールド通信システムかしら。フォールド通信？動くわ。え？マクロスに連絡できるかもしれない。だけど
もし他の連中に傍受されたらまずいんじゃ。分かってるわ。でも今はやってみるしか。マクロスが無事ならきっと答えてくれるはずよ。応答なしか。機械が壊れてるんですよ、きっと。操作法が違うのかもしれないし、他のも試してみよう。私たちの帰りを分かるの？ええ、少しは。あなたは一体宇宙移民船の管理コンピューター？違うわ。私たちはこの星の人間よ。遺伝子操作。ゴルガンザビオフラビオフラパルマザベザオルトモンミラーマゼンハンテメルランアンマルビートテンハンビオンテゴブルゲスケリアガーマン。消えた。待って、まだ聞きたいことが。エネルギーを切り替えたのね。一体何だって？最後に残ったエネルギーを使って都市を浮上させるって。都市を浮上させる？ええ。あ、動いた。ずっと昔にプロトカルチャーという宇宙文明があった。そこでは遺伝子工学が発達していて、男は男、女は女だけで子孫を増やせるようになった時、彼らは男だけのゼントラーディと女だけのメルトランディに分裂して戦争を始めた。その時作ったのが戦うことしか知らない巨人たちってわけか。だけど巨人たちの戦争が激しくなりすぎて、ようやく間違いに気づいた人たちが、もう一度男と女が一緒に暮らせる場所を求めてこの地球に逃げ延びてきたらしいの。そしてその時地球にいた原住生物の遺伝子を操作して私たちの祖先を作った。俺たちの祖先まで。ええ、そうか。それじゃあこの町の連中はどこへ？2万年前に巨人たちの戦闘がこの太陽系にまで及んだ時、町を海の中に隠して一時的に地球を離れたらしいわ。だけど帰ってこれなかった。それで半年前のゼントラーディ軍の出現を、この町の人たちが帰ってきたと錯覚したコンピューターが都市を浮上させたってわけか。それから私たちがこの町に住めるようにってね。だけど2万年も待ち続けてやってきたのが俺たちだけなんてね。本当ね。本当ね。かなり傷んでるな。ええ、あら、何かしら。何か見つかった？ええ、何か書いてあるみたい。覚える、覚えて、覚えていますか、うん、巨人たちの文字よりだいぶ複雑でよくわからないわ。そう。ただの家みたいだな。他を回ってみよう。
もう少しここにいていいかしら。え？別に大したわけはないんだけど、なんとなくね。そう。それじゃあ僕は他を調べてきます。すぐ戻ってきますから。変わらないのね。誰もいないみたいですね。機械もほとんど使えないものばかり。お帰りなさい。ただいま。さあ、食事にしましょう。また動き出すのかしら。いや、この音は空からだ。空？あ！ミサ、一条光、ただいま帰還いたしました。うん。よーく戻ってくれた。で、地球の様子は？はい。この1ヶ月の間、地上1万5000キロ、および異星人の都市宇宙船を調査した結果、いずれも生存者はありません。そうか。詳しい報告は後で受ける。まずはゆっくり休みたまえ。はい、はい、
ロイは立派だった。はい。ありがとう。それで十分よ。どこかに行ってしまったのに、今でも歌は流れている。歌か。まるで生きてるみたいね。ああ、なんだか懐かしいな。懐かしい。あれから1ヶ月しか経ってないはずなのに、民名と一緒に飛び出した時のこと、ずっと昔のような気がしてね。そう。メディアレンティンナ、さ、ムルクラプラミス、ナプロドカルチャーデヤンレカン、カールチュンデヤンチャーツリンツアルケス、トーメルトランリンツウロルツデヤンレカン、さ、リンツメルトランマトラスカス。鉄筋補足、エリア中線部より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら下手すりゃゼントランディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです一条君、急に臆病風吹かしちゃって。何？アクス隊長の言う通り、もしかすると女ができたせいかな。ドキドキ。プロドカルチャー。なっ、外れた。カルチャー。
うしてミンメイさんは。マトラスカスでやるかラッメナザンラッマーカリーマロームでやれかいたしました。ボタンス、このミーゾーンに民名が言っていたカーシが揃え、メルトランを降伏させられた。艦長、ゼントラーディ軍が和平交渉を申し入れています。和平交渉？ただいまからグローバル巡章による公式発表を行います。統合宇宙軍 SDF-1 マクロス、去る9月11日午前11時をもってゼントラーディ軍第425驚き艦艦隊と和平を成立いたしました。そして今我々が付着しているこの都市宇宙船の廃墟を調査した結果、この都市を建造した異星人は今から50万年もの昔に栄えたプロトカルチャーという一大星間文明の末裔であり、我々地球人もゼントラーディ軍人、そして彼らと戦いするメルトランディの人々も元はといえば全てこのプロトカルチャーと同じ遺伝子構造を持つことが判明いたしました。我々と同じだって。どうすればいい？彼らプロトカルチャーの驚くべき科学力によって人間の遺伝子を変換操作して作り出された。ご覧ください。彼らの遺伝子工学をもってすれば巨人を我々と同じ人間に戻すことも可能なのです。ここに同席されている3名が今ご覧になられたゼントラーディ人です。彼らは全く文化を知らない戦闘人種であり、男と女という2つの勢力に分かれて50万年もの間戦い続けてきたものです。プロトカルチャーのエルケル自身は作戦成功まで禁止されているはずでは。マーカヤ、見えるか、あの3人が地球人を停戦させるために送り込んだマイクロンが何か。ブリタイはゼントランがあんなにカルチャーなところを見たことがない。口にするのは初めてです。それにこんな風にメルトランと、いや女性たち、私もマイクロンになってみたい。やっとカルチャーです。同感です。冗談だ。冗談知らぬか。はい、プロトカルチャーの民名が教えてくれた本気ではないという意味らしい。デカルチャー、
ご紹介しましょう。銀河系最大のスーパースター、リン・ミンメイ。今流れているこのメロディーはゼントラーディー軍に古くから伝わるメモリープレートを解読したものです。ただ残念なことに彼らのメモリープレートにはこの歌の歌詞は記録されていませんでした。そこで今マクロスに乗っている作詞家の先生方がこの曲のために素敵な歌詞を作ってくださっています。そしてこの歌を全宇宙に流し、メルトランディの人たちとも和平を結んで戦いのない平和な世界を作りたいと思います。私たちがこうして平和への第一歩を歩めるのも多くの人々の尊い犠牲があったればこそです。思えば辛く悲しい日々でした。戦乱に巻き込まれ捕虜となり、別れ別れになりつつも奇跡的に助かり、苦労を耐え忍んできた若者たち、今ここに涙の再会です。リン・ミンメイさんが待ちに待ったその人は、統合軍チーフオペレーター早瀬少佐と、あのバルキリー・スカル小隊の一行中尉です。ミンメイ、光る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 、夢見る季節、どれもいまいちだな。覚えていますか、目と目が。今結構忙しいんだろ。そういえば例の歌の歌詞はでき、ミンメ。好きよ。あの人との間に何があったか知らないわ。でもね、それでもね、私はあなたが好き。任命、僕は
さ。どういうこと？どうって。これが何だか覚えている？ああ。遺跡の町で見つけたプレートよ。これを解読してたら、あの曲の歌詞みたいだって分かったから。あの歌の？あなたに最初に確かめてもらおうと思ったのに。ちょっと待って、違うんだよ。それは君の誤解。違うだなんて。誤解だなんて。あんまりだわ。あんまりよ。任務。早く追いかければいいじゃない。せっかくまた会えたのよ。遠慮することないわよ。同情なんてされた方が惨め。そんなんじゃない。そんなつもりじゃない。誰もいない地球を二人でさまよい歩いて、なんとか無事にマクロスに戻れて、街の中で民名の歌を聞いたとき、スクリーンの中の彼女を見たとき、分かったんだ。いつまでもそばにいてほしいのは君だってこと。今でもそのつもりだ。本気なの？いつ死んじまうかもわからないけど、こんな僕でよければ。
歌が未完成ではメルトランを屈服させることはできない。となれば全滅させる。目標、マクロス並びにラプラビズ艦隊。アルマ・ゼントラン、ボルトガードラ。所詮は短い平和でしかなかったか。全艦直ちに発進、至急この場を退避せよ。任命。来てくれたのね。私のために来てくれたのね。君にこの歌を歌ってもらいたい。何よそれ。なんで私があの人の見つけた歌を歌わなきゃいけないの？ボルグガンツ砲、ガーマズから引燃前だ。安定サーキットに損傷、発射は1回が限度です。エスケスト、直ちにガンツホルトガード。しかし、ラプラミズ艦との軸戦場には友軍艦隊数万隻がおります。構わん、ガードラス。マクロスに乗っているみんなのために。そんなの関係ないじゃない。どうして世の中にいるのが私たち二人きりじゃないの？あなたと私以外みんな死んじゃえばいいのに。
先輩だって柿崎だってみんな死んじまったんだ。やりたいことだっていっぱいあったろうに。君はまだ歌が歌えるじゃないか。ごめんね、ヒカル。どうかしてたわ、私。自分から好きでこの道選んだんだもんね。ここで歌わなかったら、死んじゃったお父さんやお母さん浮かばれないわ。ミンメイ。提供者たちのカールチューンが呼び覚まされているのです。何？50万周期の時を超えて我々にも文化が蘇るのか。艦隊よりマクロスへ。これより機関を援護する。援護？プロトカルチャーの文化を失うわけには参りません。リン・ミンメイの歌を聴く全ての者に告げる。我らの敵はただ一つ、ゴルグ・ボドルザを倒し再び文化を取り戻すのだ。
カルワンよりデルタワンへ。任務完了。これより帰還します。こちらデルタワン、了解。これからが大変ですな。この銀河系内だけでもボドルザーやラプラムズクラスの機動要塞が1000艦隊以上は稼働しているはず。確かにな。しかし歌一つでさえこれだけのことができた。文化の力を信じるしかあるまい。結局何だったのかしら、あの歌。ただの流行歌よ。流行歌？何万年も昔に異星人たちの街で流行った当たり前のラブソング。One, two, three, four, one.
私を